際情勢に厳しい中で、日本の防衛も専守防衛の原則に基づいて、シビアンコントロールを確保しながら、我が国の平和と安全を維持するためにしっかり寄っていただきたいという強い言葉を、いただきました。加えて、新防衛大綱、あるいは新中規模に、基づいて、公的防衛力を、構築する、そして野村政権になって、特に力を入れておられる日米同盟の進化、これをぜひとも進めてい、こうと思っているし、そのために努力をしていただきたいという言葉もありました。この震災の復興、農林漁業の再生というものをまずしっかりやってもらいたい。それから、同じような関連でございますけれども、福島の原発によりますところの放射能被害、あるいは風評被害、このことについても、農林漁業のことに関してはしっかりとやっていただきたい。さらには、いくつかの点、7点ほどでございましたけれども、ご指示をいただきました。また私自身も農業の関係につきましては、これまで、しっかりとやってまいりたいと言っておりました、所得保障の問題、それから国民産業化、あるいはまた食の安全安心、そして新人民業や水産業、総理も言っておりましたけれども、日本の原風景を形作ってきた、これまでの良さというものをしっかり守れるような、そんな業界を作っていきたいと思います。特に総理のこからは、東日本大震災からの復興に向けて、減災の考え方を取り入れたインフラ整備や、被災者ですね、移住の確保、持続可能で活力ある国土、そして地域形成の先導的取り組みとなる地域復興について、しっかり関係大臣とですね、連携を取りながらやっておいていただきたい。特に平野副大臣との打ち合わせを引き継いでおるようというふうに言われました。とにかくこの日本というのは災害とは切っても切り離せない災害と共存し、全災害というのは、ね、共存していかなければならない宿命にある国だと、こういうふうに考えておりまして、そういう意味でも強靭な国土づくり、これに邁進していきたい、こういうふうに考えております。我が党の本省は法国民の権利擁護を任務する、そういうような役所でございますが、これは法治国家の基本的な国に関与する省庁、こんなのことであります。したがって、一連では本行政の政府によっては、厳しさ、正確さというものを持たなければ、同時に国民の意識や社会のニーズに、その中でどうやって応えていくか、こういうことが考えられます。それが、司法制度改革という中で、国民の参加の司法行政を推進する、その背景だというふうに考えています。郵政民営化が実現されて、一定の期間が了解いたしましたけれども、その間に、郵政の足腰が脆弱となったということでございます。人や人質、そういう人口減少地域におけるユニバーサルサービスの決定手段だったこと、そしてこれらの郵政事業を再生産で